続いてはみんなの告知版のコーナーです。イベントなど皆さんのお知らせしたい情報を生出演で伝えていただきます。鎌田さん、はい、こんばんは。今日チューリップテレビにお越しいただいたのは富山のゴスペルグループティーグレイスクワイアの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の皆さんはどんなメンバーでどんな活動をされてるんですか？はい、2001年に富山で初めて結成されたゴスペルグループです。はい、現在ですね、子どもから大人まで50名ほど在籍してます。はい、いろんな施設のイベントでボランティアで歌ったりファミリーパークで歌ったりしてますんで、はい、ぜひ聴きに来てください。はい、そして今回はライブの告知ということなんですが、はい、今月23日に射水市のアイザックコスミ文化ホールラポールでゴスペルフェスティバルが開催されます。これは北陸3県のゴスペルグループが集まるコンサートですので、ぜひ聴きに来てください。あと今日一番 PR したかったのは12月12日に開催するクリスマスゴスペルチャリティーライブです。こちらは同じくラポール窓ガホールで開催します。今日はそこで歌う歌を1曲聴いていただきたいと思います。はい、お願いします。Joy to the world, the Lord is come. Let darkness see how King. Let every heart prepare Him room. And heaven and earth shall see. And heaven and earth shall see. And heaven and earth shall see. はい、素敵な歌声で一気にクリスマスがやってきたみたいですね。そして今回はチャリティーライブなんですね。はい、今回は私たちの初めての自主ライブになります。今歌った曲の他にもクリスマスソングを中心にご披露したいと思ってます。コンサートでは募金を呼びかけまして、集まったお金は足長育英会に寄付させていただきたいと思います。メンバーみんなで世の中の役に立つようにということで考えました。ぜひ足を運んでいただいてご協力いただければと思います。ではもう一度、来月12月12日私たちティーグレイスクワイアのチャリティーライブを行います。アイザック小杉文化ホールラポールで午後3時から。入場は無料です。ぜひお越しください。お待ちしてます。